じいさんは鬼伯爵なんかじゃない。兄様、兄様、しっかりなさってくださいませ。兄様、なんてひどい熱。おばちゃん、しっかりして。おばちゃん、コッキー、レックス先生を呼んできておくれ。わかった。兄さんが、早く寝てば。分かった、すぐ支度をするから。ちょっと待って。じゃあ、お急ぎで行っててね。コッキー、どこ行くんだね。お兄ちゃんとこ。お兄ちゃん、今日はずいぶん早いのね。どうしたの、コッキー。お兄ちゃんに知らせて。兄、おばちゃんが病気なの。なんですって。母さんが。先生、アルスコートのルシルを見てやってください。私は大丈夫です。何を言うんだ。こんなひどい熱を放っておいたら大変なことになる。お願いです。ルシルはもっとひどいんです。ルシルが心配なんです。兄様。分かった、アルスコート行くよ。ただし、あんたに薬を飲ませてからだ。早く熱を下げんことには。さあ、これをスプーンで1杯ずつ、1日3回です。はい。お薬はルシルにあげてください。私は大丈夫ですから。アニーさん、医者の言うことは聞くもんですぞ。大丈夫、ルシルのことは私に任せておきなさい。お願いします。セドリックの母親が病気じゃと。はい、若君は馬を飛ばしてコートロッジへおいでになられましたの。薬を飲まれてお休みになっていますが、まだ熱が。お兄ちゃん、ケティ、ベロン夫人、私がおそばについていたが申し訳ありません。どうしてこんなことに。兄様は毎日アールスコートお出かけでした。雨の日も風の日も一日も休むことなく、相当にご無理をなさっていたのでしょう。大丈夫よ、コッキー。はい。
どんな様子です、兄様。まだ熱が下がりません。え？ルシロ、ルシロ、母さん、僕だよ、セディだよ、わかる？母さん。ルシロ、ルシロ。大丈夫ですよ、若君。お母様は必ず元気になられます。兄さん、ルシルのことは心配ない。安心してゆっくり眠りなさい。ご自分がご病気だというのに、上ごとまで人のことを心配なさるなんて。先生、どうなんでしょう、兄様は。だいぶ無理をなさったようですな。抵抗力がすっかり弱っておられる。肺炎にならなければよいのだが。肺炎？いや、熱さえ下がれば心配はないのです。しかし今のままだと。わかりました。午前に兄様のご様子をお知らせしなくては。若君、さ、若君もご一緒に。私が若君のそばについていますから。そうしてちょうだい、ジェーン。なぜだ、なぜセドリックを連れて戻らん。御前、お許しください。兄様のおそばにつきっきりで看病なさっている若君をとてもお連れすることはできませんでした。お願いいたします、御前。兄様のご容態がはっきりするまで若君をお母様のおそばに置いてくださいませ。どうか御前。セディ、私が代わります。少し横になってください。大丈夫だよ。無理なさらないで、セディまで病気になってしまいます。ううん、母さんが病気と戦ってるんだもの、僕も頑張らなくちゃ。そばについててくれたのね。母さん、気分はどう？ありがとう、セディ。とてもいいわ。母さん、よかった。
かった。熱も下がったし、脈も正常に戻った。もう心配はないよ、アニーさん。わあ2、3日安静にしていれば元気になるでしょう。ありがとうございます、先生。ようございました、アニー様。よかったですね、若君。うん、よかったね、お兄ちゃん。うん、よかった。でも、コッキーが知らせてきた時は本当にびっくりしちゃった。私だってびっくりよ。コッキーはワンワン泣くし。あら、お兄ちゃんだって泣いたじゃない。え、僕は泣かないよ。泣いたわ。泣かない。泣いた。泣かないってば。泣いた。ほらほら、ライラが喧嘩はやめなさいって言ってるわよ。どうだね、気分は。はい、だいぶ良くなりました。アニー様がレックス先生をよこしてくださったおかげです。うん、司祭様、アニー様は安心しなさい。しばらく安静にすればすっかり元通りになるそうだ。よかった、本当によかった。アニー様にもしものことがあったら、わしらなんとお詫びしていいのか。さあ、アニーさんのためにも早く元気にならなくちゃ。司祭様、本当によろしゅうございましたね。若君もほっとなさっていることでございましょう。うん、本当に本当によろしゅうございました。でも聞いてくれやしないよ。そんな、ニューイクさんはちゃんと直すようにっておじいさんから言われてるはずだよ。さあどうだかね。伯爵が俺たちのこと心配したりするもんか。父ちゃんや母ちゃんが言ってら、威張り腐って俺たちのことはこれっぽっちも考えてないって。そうさ。違うよ、おじいさんはちゃんと考えてるよ。じゃあなんで屋根を直さないんだ。なんで道を直さないんだよ。それは何よ、あんたたち。お前は引っ込んでろ。やめろよ。そうよ、やめなさいよ、こいつ。面白いこと教えてやろうか。みんな言ってるぞ、伯爵は鬼だって。そうだ、鬼だ、鬼だ、鬼伯爵だ。おい、よせよ、そんなこと言うの。別に隠すことはないだろ、ハトル。そうだよ、本当のこと言って何が悪いんだよ。大体お前はこんなところへ来ることはないんだよ。お屋敷で威張ってりゃいいのさ。何よ、あの子たち。ごめん、セディ。みんな本当はいいやつなんだけど、おじいさんのこと鬼伯爵って本当？セディ、もうここへは来ない方がいいよ。ハトル。そう、そんなことがあったのね。失礼しちゃうでしょ。どうしてあんなにひどく言うんだろう、おじいさんのこと。あの人たちに悪気があるわけじゃないのよ。
ただアールスコートの人たちはみんな困っているの。え？例えばほら、雨が降るとうちの中が雨漏りだらけになるでしょう。うん、ハートルのうちもそうだよ。びしょびしょなの。だから僕、ハートルのうちの屋根を直してくださいっておじいさんにお願いしたんだ。セディが？うん、管理人のニューイクさんに言って早く直してくださいって。あ、行けなかった？いいえ、それはとってもいいことをしたわセディ。本当？だけどねセディ、ハートルのうちの屋根が直っただけではみんなの暮らしが良くなったとは言えないわ。え、どういうこと？そりゃハートルのうちの屋根が直ることはとっても素晴らしいことだわ。でもアールスコートにはマイクのうちもテッドやロディのうちもあるでしょ。うん、母さんはね、その人たち全部のうちの屋根が直ってほしいって思ってるの。そうね、セディがおじいさまにお願いしてくれたことがきっかけになってみんなが暮らしやすい村になるかもしれないわね。そうなったら母さんとっても嬉しいわ。今母さんが話したことはセディには難しかったかもしれないわね。でもそのうちきっと分かる時が来ると思うわ。おじいさん。ん？なんだ。ニューイクさんはみんなのことをよく知ってるんですか？もちろん知っておると思う。それがあの男の務めだ。そうですか。じゃあおかしいな。ん？ニューイクがどうかしたのか？おじいさんはニューイクさんにハートルのうちの屋根のことをお願いしてくださいましたよね。もちろん話しておいた。でも今日見に行ったらまだ治ってなかったんです。何？そうか、ニューイクさん忙しくて直しに行く暇がないのかもしれませんね。まだ直してないのをおじいさんにお話しするのを忘れてしまうほど忙しいんですね、きっと。僕、さっき一生懸命考えたんです。もしニューイクさんがダメならどうしようって。もう一度お願いします。今度はおじいさんに。わしに？おじいさんならいくら忙しくてもすぐにやってくださいますよね。アールスコートのうちは雨が降るとどのうちも雨漏りがひどいんです。壁が崩れてるうちもあるし、道は泥んこだらけになっちゃうんです。早く直してあげないとみんながかわいそうだと思います。お願いします、おじいさん。お前はアールスコートの家を全部建て替えろというのか？はい。それをわしがやると思っておるのか？はい、おじいさんならやってくださると思います。セドリック。はい。そろそろ乗馬の時間じゃろ。あ、そうだ、忘れるところだった。行ってきます、おじいさん。ごぜん。はい。
夫でしょう、母さん。やっぱりおじいさんは優しい人だね。次回、本当だよ。これ、母さんの馬車なんだ。